どうも皆さん、おはこんばんにちは、アンネです。こんばんはですね、夏休みということもあり肝試しです。皆さんお部屋を暗くして、私と一緒にね、お家に帰りましょう。このゲーム、お家に帰るっていうだけのゲームです。家に帰ればクリアという分かりやすいゲームでございます。怖がりのあなたも大丈夫です、僕がいます。ということで、やっていきますか。やるか、ホラーゲーム。両親とはぐれてしまって、どこを探しても見つからないの。仕方がないから先に、家に帰っていいよ。はい、これね。神社からスタート。で、この基本操作、ジャンプ。このね、T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 、ダンスと、ダッシュ。で、これダッシュは、でも、体力がなくなる。はぁって聞こえた今。この女の子の。体力がなくなっちゃうと。まあ、とりあえず行ってみる。ちなみに、ここ、ちょっとやったことあるんですけど、例えば、まあ、ちょっと、あえてやりますけど、こういうゲームです。今何が起こったか、皆さん分かりましたか？まあ、これ、赤信号で渡ると、引かれちゃうよっていう。いや、だから信号を守ろうねっていう、この開発者側からの、メッセージ。不審者に遭遇した時はマンホールを使ってテレポートしなさいってみんなも習ったよね。これは常識です。っていうのも、このゲーム説明をすると、不審者に会ったらこのマンホールを触るとワープします。これはみんな学校でも習ったよね。常識だと思うんだけど、多分小1の時に習った、みんな覚えてるかな？あ、ちょっとシミュレーションする？じゃあ、あの角に不審者がこういうことです。距離取れますから、準備はいいかい。視点が変わりました。出ました、怖い。ここからです。はい、ホラーゲームとは似つかない、この運動会の BGM が流れて、そっから逃げるゲームでございます。音楽は全然怖くない。さあ行くよ。要はあの女の人が逃げればいい。わかるかな、あれね、こいつから逃げるってやつね。うわーやばい、うわー、女じゃないやつにやられた。うわー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 、ちょっと待ってね。あ、ちょ、もう一回、もう一回いきますね。あ、本当にマジで怖い。どっから始まるんだっけ。うわー、こぼするね。やばい、走れ。ああ、どれ、行け、やばい、怖い、どっち、ああ、どこ、ああ、どこも分からん、どこから来る、ああ、まだ何が、やばい、ああ、うわあ、二人、分からん、な、無理！無理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 、これは畳みかけすぎ。ちょっと待って、本当にちょっと無理。酸欠。いやー、ちょっと犬にしかやられてへん。犬無理くね。ちょっと無理。無理よ、本当に。ちょっと待って、クリアできんのかな、これ。自信ないよ、俺。俺、ホラーゲーム向いてないかもしれん。いきます。ここは最初入った方がいいかもしれんな。私の家は黄色いマンションの3階。マンションの3階に行けば、このゲームはどうやらクリア。オッケー。これどうしよう、一回距離通るか。Q ボタンで指をさしてくれる。うわ、来とる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 。距離離して、黄色い家、向こうの方にある。あの女に見つからないように、あ、疲れた。体力。びっくりした、向こうにおるな。あ、黄色い家だ、ちょっと待って、ね、これ、これもう。もう知ってんねー
後ろいたよ。くそ。どうしたらいいんだよ、こんなもん。家行けた、今。ちょ、待ってな。ちょ、待って、まずはこれ。どっち行けばいいんだっけ？一旦こっち入って、結構、じゃんじゃん入っちゃっていいと思うんすよね。もう、こうなったら。一応、これと、マンホール、位置が遠いのは絶対ダメで、こっちから行くか。犬。遠ざかってる気がするな。マンホールを常に近いところに置いてないと。来てる来てる。見たら入る、見たら入る。なんかおるって。危ね。9でデスビーム。なんかおるよ。気づいてない。バカめ。カスが。え、どこから落としとるんですか。バカだったのは俺だったわ、完全に。怖え、マジで。どうやったら終わるんだ、このゲーム。マジ、クリアが見えてこねえ。わかった。オッケーオッケーオッケー。もうない、もうだいぶ、だいぶね、どんどんじゃんじゃん入っていいよ、こういうのは。はい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 。ザコがよ。おめえにはもう捕まらねえ。ザコムシが。向こうか。ダメだな、これ一回入るか。うわー！事故や、今のなんかさ。初めてのパターンで攻めてくるなよ、ここに来て。出待ちしとったって。ファンやん、ファン。熱狂的ストーカーから逃げるゲームと思ってやるわ、このゲームを。積みゲーで草。積みゲー、まあ、大丈夫、大丈夫。黄色い家まで行ったら、もう一回、これ結構攻めちゃおう。いや、これ入って、犬、もうどんどん入ろう。いや、もう無理やん、それもう。どういうこと？もう無理やん、もう。これ、後ろ行った方がいい説とか、ない？逆の発想。ない、なし。ちょ、待って、俺体力ねえわ。もう意味わからんくない今のは。今のはなくない？うわぁ、無理！うわぁ、もう今、マウスシャキになった！うわぁ！ボワーンって光。無理やねん、お前とは！うわぁ！いますね。もう無理やん、無理やん、もう今の。もう無理。無理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 、もう右クリックが怖かった今。頭おかしくなっちまうよこんなゲーム。見てくれ、見た。怖すぎるだろ。うわ、もう後ろ怖い。死人で、うわ、早い。無理やんか、これどんどん速くなってない？女と犬はワープしてるわけではないから、引きつけるだけ引きつけてマンホールで入れば死ににくい説。なるほどな。引きつけてマンホールに引きつけて引きつけて、なるほど、端っこの方に寄せた方がいいってことでは。じゃあってことはよ、オッケーオッケー、だいぶ遠いところからここで待つか。バカめ、来た瞬間飛んでやるぜ。そういうことよな。ここ多分端っこよな。来ました。はい。これで、これでダッシュ。今がチャンス、今がチャンス。あんまダッシュせんといて、大丈夫、後ろ来てない。ほんまや！お前天才カリスだ、マジで！ほら、後ろやもん！あ、バカめ、カス。お前なんかな、攻略しちまえばこんなもんよ。ちょっと待って、追いつかねえよな。大丈夫。間に合うよ。まっすぐ行けばいいって言っとったな。あ、そういうこと？あそこから入るんじゃなくて、こっから入るんね。わっほーい！ザコゲ！ザコゲ！心臓キュンなった！うわぁ！ちょっと一回休憩させて。一回休憩せんとこんなもんやっとれんわ、マジで。どう行けばいいんだ？左から行っても人来る。中行っても無理やん？大人ってのを見してやるよ。冷静な立ち回りをな。まずこちら。こちら行きます。そして、マンホールで、オッケー。マンホール、ここで引きつけるんよな。はい。限界まで引きつけて、ザコが。これ、一人出すやん。一人出して二人になったら、そうなんよ。これもう二人になるんよね。双子ちゃんになったから、この二人をかわしてあそこに入れば、多分、その時、案内は死を悟った。くそー！どうすればいいんだ？真正面からもう行ったね、もう。で、これで、
もうスムーズよ。はい。で、双子ちゃんをこの角で、角まで寄せて、あ、来た来た来た。もう一人いてもいいやで。はい、いない。で、お、神、神来た！さっき出てきたから多分いないはず、双子ちゃん。ほら！ほんで、ここ入ると？おい、来れんのか俺のところによ、ここ、おい！さっきはよくもやってくれたな！来る？来るとかないよな。しかも中入ったよな、あいつマンションの。みんな、見たよな、クリアする場面。今緑に光ったぞ。ちょっと待って、クリアリングな。嘘やと思うねん、多分。こんなもん ないと思う、今の見間違いやと思うよな。ピクピクしてる、ピクピクしてる、ピクピクしてる、積んでる、俺わかる、多分これ積んでる。どういう状態なんだこれは。何状態でここにおんねん。多分この緑の光がそれやねん。わかんねん。もう無理だろこんなもん、どうすりゃいいんだ。いやでも分かったからな。だから屋上に長くいたらいかんのよ。分かったらこっちのおいや。よしよし、来た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 。よし、もう上で見るとかしない、上で見ない。はい、でもすぐ降りる、すぐ降りちゃうわけ。どこ、土地、ここ。ふう、バカ、そんなまさかね、そんなまさかよな。家に帰るゲームやから。ない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 。家だって、家にだって入ってきたら犯罪やからね、それは。これ。ただいま。お母さんが壁に話しかけてる。でもなんかいつものことだし、まあいっか。うん、あ。電気消えた。お母さんが赤く光ってる。でもいつものことだからな。寝ようかな。ね、まあちょっと、いつもお母さんありがとう。ご飯おいしいよ。でもそれ多分お父さんじゃなくて壁だよ。じゃあね。おやすみ。お母さんに話しかけると話が進むのかな。ああ、いつものお母さんだ。どうしよう。ただいまお母さん。どういうこと？うわっ！お母さんが変になっちゃった。え？無理。何？一番怖いやつ来た。縄跳びしてきた！あかん、もうこれ。それまた、ちょっと夏休みにもう一回やるから皆さん。ちょっともう家の中までで今回は勘弁してほしい。これで、本日は終わらせていただく。いや、ビビってないけど、別に。別にビビってへんけど。何？今日は終わりやから。お疲れ。